こんにちは昭和回想今回は1983年4月号の雑誌の広告を中心に当時を思い出してみたいと思います付き合ってくれるのはね国際の M10 ですね本誌の中にね紹介記事が出てきますんでその都合で引っ張り出しました1983年というと私はもう大学生だったんですけれどもね もう卒業本来だったらしなきゃいけない頃に近づいている頃ですね。高度成長期が終わって1983年、はいまあ、オイルショックの後から始まっているような気がするんですけれども製造業を含めて世の中やっぱり不景気のの部分っってもすすごくあったと思うんですよね。反対に例えば、えー、音楽シーンであるとか、えー、テレビであるとかそういったものはこう。 まあ今でいうバラエティ路線に舵を切り一見なんか浮かれて楽しく見えるんですけれども当時都内で、えー、もうある程度の物心疲れてた方僕よくにあると思うんですけれども東京タワーの電気を9時に切ってたりしてましたよね私はあれ大学の時だったと思うんで、まあ、そんなような世の中だったということなんですよねはいまあやっぱりオイルショックそれとこのあと来るプラザ合意 こういったものでガツンガツンガツンと日本は輸出力なんか低下していく輸出力が低下していくっていうよりも1ドル360円時代に慣れすぎちゃってて一時的にガタンとくると同時にですね鉄とかですね、まあ、国のね基本と言われている産業を、まあ、ある思惑もあって、はい、あの海外にシフトしてしまうということでそのあたりでリストラなんかも行われてでまたこのね銃、えー、にね、えー、こういったね 材質の内訳表がついてくるんですよ三菱レイオン製の、まあ、要するに素材を使っていますということで,でこの三菱レイオンさんなんかもそうだと思うんですけれども多くの化学産業とかですねあるいは繊維産業そういったものがね本来の企業の実力や為替レートとは関係なくですね、まあ、日米貿易摩擦とかで、まあ、国に裏切られるような。 まあ主に外務省ですねに裏切られるような形で不本意な形で市場から撤退せざるを得なかったところもあったとまあそのね、はい、苦労恨みはですね、えー、ゆくゆく例えば、えー、カーボンナノチューブであるとかねそういうもう世界に真似のできない新素材っていう形で、はい、また日本のね誇るべき産業になっていくんですけれども、まあ、そんなこんなでね決して私の記憶ではそう明るい時代ではなかったなと。 はい、本に浮かれてましたけれどもということではい中身を見ていきたいなと思います、えー、まずここですねはい表紙の裏は国際のリボルバーですねずり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 とまあ樹脂製モデルね 満開っていう感じですねで、えー、国債の嬉しいところはこういうふうに樹脂製のモデルを展開しながらも、えー、金属モデルもねしっかりとね継続してくれていたとそれとこのブローニングとコルトポケットに代表されるオートですねこれがまた2つともね会調作動でしたよね。 リアルな構造と会長作動特にブローニングの場合は77年末の二次規制で金属モデルはなくなってしまったとそうするとリアル構造だった CMC のものはもう手に入らないとでコルトポケットに関してはおそらく随分初期にあったような話を私は伺いましたけれども私は見てないんでもともと手にできなかったものが樹脂で重厚が抜けているとインサート入ってますけれど。 ということは発火して煙が出るっていう形でしかもブローバックということでいやほらは嬉しかったですねで実際打ってみて好調でしたそれと今ね私気が付いたんですけどねローマンのステンレスモデルこれ欲しかったですね今となればねはいまあ国際というとねこの時代より前にね MGC のハイパッドなんかを丸パクリしたりねそういう悪い歴史があったもんですからこのローマンなんかもね もしやなんて思ってましたけれどもこのローマンは完全にオリジナルのね、えー、ちゃんと国際産業が設計してリリースされたものですね <laughs> すみません裸 <laughs> 本紙記事の方はですねまずカリフォルニアハイウェイパトロールの記事があって、えー、さらにタークさんのね、えー、SW の「ミリオート469ミニガン」って言われてるや 今回の表紙の銃ですねこれがはいこれは後にこの系統がねあの最初ウェスタームズのガスガンから出てブローバックになっていきますね他のメーカーさんもやってたような気がしますねで自衛する市民たちそれからですねちょっと変わったところでねロス・ステアオート・ピストル M1907 オーストリア王国時代のセミダブルアクション・オートっていうね とても変わった形の銃が紹介されていますさすがオーストリアのねこの時代からこういうねユニークな銃をねもう作っていたんですねはいそれから広告がやっときましたはい「ターゲットをぶち抜け」ですねはい飛距離1 7ル。 丸井さんですね。つづみ団の、ねえー、シリーーズですねターゲットぶち抜けってそんなに良くはないような気がしますけれどもね。あっママ、ね、この p 3 8はって格好からするともしかすると後のあれですかね、えー、エアコキの原型になってるんですかね。ということはウッズマンはどこ行ったんですかってことですよね。クラウンさんが出してくれるという話ですから当然丸井さんも本来ね 持ってらっしゃったんだったらね、うちはこうするぜみたいな感じなのを出してくれると非常に嬉しいんですけども、なかなかそうもいかないですかね。はい。これは私持ってなかったんでね、ちょっとなんとも感想も言えないんですけれども、造形もなかなか良くていいんじゃないですか。はい。まあ、それから、ボーガンですね。ボーガンはもういつもずっと出てますね。それから、ディフェンスショーエキスポ82っていうののレポートがあります。 防衛装備品、まあこの雑誌はこういう雑誌ですから主にはい、重機類のやつなんですけれどもね、ブローニングハイパワーなんてこの頃現役で売られてまして賞に出てますね、はい、それからはい山本さんの広告ですね、はい、ね、はい、それから渋谷店さよなら大感謝セール。 ウスタウンさん渋谷本店さえ習ったの駅の近くだったところかな、ね、こんな感じですでこの AA カードは後ほど、ね、細かく出てきますんでね、はい、別の広告で、えー、それからトビー角口さんのね、はい、映画テレビのステージガンというコーナーで、はい、主に弾着の話をこれされてますねあとカートリッジがね、はい、すごいですね はい、先発単位で台出ていますはい、はい、それからね丸5さんですね、はい、潔く金属製モデルガンがずっとここにとっ,ってあってラインナップ変わらずという感じでしょうかねはいそれからね実用的なナイフの選び方っていうので ナイフの特集があるんですけどもやはり「ガン」という雑誌を意識してナイフの脇にねあのコンバットコマンダーが置いてあったりしますはいちょっとなんかすごくこの戦闘的なあれだな記事になってるなそれからこれはね以前もね盛り上がりましたよねこれ我らが CMC のねこのね迫力ねそしてまたね国際系目黒ガンショップですね 先ほどの、はい、表紙の近くにあったものとはまた違うラインナップのね、はい、樹脂製のモデルこの光線の当て方いいですよねはい私もあのブログに静止画を載せてた頃っていうのはすごくその光線の当て方とかね気を使ってたんですけれども動画になるとちょっとねそれ徹底できないですねいろいろ動かしますんでね それからモデルガンダイジェストが国際の SWM でミリタリアンドポリスということになっています。こちらの方は、えー、あなかなかね、カッタウェイモデルのカッタウェイビュー、まあ、イラストですね、これが結構綺麗ですね。実銃とえモデルガンの方を退避させられてますけれども、非常に綺麗なイラストが入ってますね。これ知らなかった。 知らななくてててもこう頭にに焼き付いてて結局買ううことになるんでしょうねだからね丸号さんなんかこうあれブラッといくとね「オート買うつもりだったら気が付いたらリボルバー買ってた」とかねはい上六さんですちょっと上六坊やがちっちゃくなっちゃってて寂しいなねからこの辺りももうあれですね このハイパワーはなんだマルシーンののやつ、はい、あこ CMC ベースのシェリフズモデルと私一回ご紹介したことがあると思いますけれどもねそれからモデルガンチューナップ講座ということで、はいえー、これはまあムートベさんの記事ですよね、はい、シリンダーの回転を確実にするとかね そういった感じのね、はい、この頃はもうエアガンではないですからモデルガンの作動をいかにしっかりさせるかとかねそういったことが中心になっていますはいそれから大阪ガンルームさんですねこちらいいですね非常にね MZ700 シリーズですよね、まあ、シャープっていうのはあの全てのものにおいて、まあ、他社よりね多少値段が安いというものをしっかり 私のね、あのー、ポケットコンピューターポケコンもね PB100 もシャープのでして、ね、ああれカシオだごめんなさい失礼しましたシャープカシオとね,ありましたねはいこんな感じですねえっ、ー、とそれとねメーワさんのやつちょっと個人名が入ってるんでこれは今日は割愛しますあとジョークショップさんまだこの頃は品ぞろえが可愛らしいですねはいものすごい在庫量ですねあそこはね 何度も申しますけれども特にグリップがすごかったな今どうなってるんでしょうか分かりませんけれどももう10年ぐらいいってませんからねそれからあのトラップ射撃のね、えー、記事まああのガンっていうのはもともと実銃の記事中心でね、えー、やられてましたからそして MGC ですねはい CP カート祭りということですね 渋谷本店さよなら大感謝セール知らなかったなあ,あと AA カードってやつのね話ですね一回 A カードは私持ってた時期があったはずなんですけど、ね、それからダイヤル A ねはいどんどん怪しくなってきますね <laughs> ダイヤル A ねはい それからあの <laughs> 失礼ガンヒーローストーリーではサミュエル・コルトとリボルバーということでそれからねこれは個人名な,いな無限さんですね S&W ファミリーっていうことでねあなたの銃を滅危しませんかってしたいですね今ね、はあ、したいものがいっぱいありますね それから JAC さんですね、本格的なね。この頃からですね、もうね、本番のホルスターが手に入ってきたり、まあ、高値の花ではありましたけれどもね、まさか当時はね、グリップに何万とかね、ホルスターに何万なんてね、出すようなことになるとは夢にも私は思ってませんでした。なんかいつの間にか麻痺してしまいましたね、そういうところがね。まあ、麻痺というか、嬉しい麻痺ですけれどもね。 はい、それから、えー、ホビス紹介さんとチョウコさんですね、はい、こんな感じですでこのいつものね楽しいビッグジャムさんねはいおこれはやっとかなきゃいけないな清野アームズさんと、はい、ガンシップピルさんねね毎回毎回ね 非常にあの何て言うのかなボのボノとした手書きのやつでねいいですね山本さんはまた入ってますねさらにねなんか勢いがうかがわれますねさてこんなところでしょうかあとはそんなに大きなものはないなあと1つねターゲットですね大阪のターゲットさんはい私はこちらは通販でお世話になったことありますねはい で最後、えー、と表紙の裏はこんな感じになってはい裏表紙はこれですマルシンさんですねはいバッチリとねかなりの数展開してくれてましたよねモデルガンね特にこれキットがありがたかったですねはい、うん、レプリカさんのお店自身も楽しかったですしねそういう意味ではね本当あの頃はまだまだねアメ横に行けばねいろいろと見て楽しめた時代でもありました はい、ということで今回はね1983年4月号のね雑誌の広告を見ながら当時を改装してみたんですけれどもはい皆様がねあこれ覚えてるなんていうのがねあったらいいななんて思っておりますこのね、えー、まあ今,今からすると全然リアルでもないカート、はい、シリンダー内にファイアリングピンが装備されていて先頭のね キャップ火薬で発火するタイプですからシリンダーどうしてもこういう絵柄になりますけれどもまあこれはこれで今となってはいいのかなっていうことと、まあ、これこのままほっといたらこのヘビーウェイト樹脂ねどうなっていくのか私よくわからないんですけれども長く持っていますけれども年々ねなんかいい感じになっていくんですよ色合いが。<laughs> はいということでしばらくちょっとこのままはい保管かななんてことをね考えております。 ということで今回の「昭和改装」は1983年4月はいこの号の雑誌を見ながら当時を振り返ってみましたではまた。